はあ、助かった。危なかった。アローンの二の舞になるとこだった。クリアを手中に収めていながら死ぬって。そう、あれですね。要は、あれなんだね。牢獄の本って、本当に外から見たら接続書にしか見えないんだね。シーラスとアクナーが捕まってたのは、あれは牢獄の本ではないってことか、じゃあ。だって、あれは、どう考えても接続書には見えないもんね。外から見たら。だって、シーラスとアクナーいましたからね。ゲームを携帯しながら、キャサリンを助けに行くっていうね。で、これと、うん。では、まず、これ。これ。これ。これで、最後これ。で、こう。あ、いたー。やったね。やったね。いや、歓喜の瞬間。歓喜の瞬間を迎えるよ、今から。ハロー。連れて行かなければ、あなたはテンプルアイランドに引き返して、もう一度裂け目を開けてちょうだい。危険だけれど、それしか方法がないわ。テンプルアイランド。私は後からそっちへ向かう。でも私を待っていてはダメ。忘れないで、入り口のコードナンバーは私の日誌に書いてあるわ。頑張って。ちょっと待って。そんな。ちょっと待って。テンプルアイランドってディスク1のあれでいいんだよな。裂け目っつってんだから。おい。時間がないのに指でも遅いよ。ちょっと。ちょっと。おーい。ちょっと待ってよ。BGM やむまで待つとかさ、そんな悠長なことしてる場合じゃないんだよ。ちょっと、ドーム開けとけよ。バカじゃないの、もう。開けとけよ。俺、これの開け方、こう連打しか知らないんだって。ちょっと。マンホール開けりゃいいんだよな。確かあれ23133出したよね。まあ、多分、言っても、そんなリアルな時間制限はないと思うんで、ちょっと落ち着きましょうか。
ゲイの手下気づくの早いな。もうちょっとスッとさ、接続できるように、待機時間が長いん。ここ入ったら、手下いるんじゃないの？急げ。どれだ？これじゃねえ。これだ。これだよな。うん。スーパードームあるからこれだね。やばい。緊迫してる状況じゃないぐらい、なんか、静か。え、こんな時に。いつもと違うだけでちょっと不安になるわ。これ上上がったら待ち構えられたらどうしよう。急げ。マジで急げ。まあ、多分寄り道せずに、スッとあの裂け目を開けりゃいいんでしょ？多分そういうことだよね。何？え、ちょっと待って、ここ下げれなくないか？今。ちょっと待って。そんな罠、聞いてねえし。え、この選択ミスは大丈夫か？おミストとかリブンがこんな初見殺ししてくるとは思ってなかったけど。ちょっと待ってよ。
勝手にさ、人がやったことを初期化してくれちゃってるじゃないか。そうか、こういう時にジップモードにすればいいっちゃいいのか。まあでもそんな、これを向き変えればあそこが下がるはずだから、土壇場でそんなね、タイムオーバーとかにされるのは勘弁してほしい。そんな時間制限なんかないと俺は信じたいんだ。の手下っつってもさ、ちょっとビビらしたら逃げていくような連中でしょって俺は勝手に思ってんだけど。状況が全部初期化されてなったら、これ橋を下ろしたらもうあと行くだけだよね、あそこに。よし。急げ。急げ。手下が集まってくるかもしれないらしいぞ。俺はよく知らんけど。なんか雰囲気変わった気がするの、気のせい。よし、開けるよ。2、3、1、3、3。オッケー。開けた。開いたよ。開けたんだけど。開けたけどどうしたらいいの？何？飛び込めってこと？おーい。ちょっと待って、ちょっと待って。助けて、どうしたらいいのこれ。ちょっと待って。これ、どうしろっていうのかな？なんか持ってるっけ、これ。持ってねえよ。どうしたらいいの？僕はどうすればいいの？これ開けてどうしたらいいの？なんだろう？覗く？そんな勇者なことしてる場合でもない気がするんだけど。
こんなことやってる場合じゃないだろう。ちょっと待って、助けて。どうしたらいい？おーい、どうしたらいいの？ちょっと待って、本当に、わからん。俺は何をしたらいいの？裂け目は開けたけど、どうしたらいいの？何？これどうしたらいいんだい？あ、なんかある。な、に。え、じゃあこっちにもあるってこと？そういうこと？これストッパー外して、思いっきり下げる。ってこと？やばいことになってるんですけど、ちょっと待って、ちょっとやばいんですけど、トータルリコールみたいになってる。うお、ん、アトラスか。いや、時間がないのに抱き合ってる場合じゃねえだろ、お前ら。おい。みんなレベルの時代に行ったわ。もう大丈夫よ。ありがとう。私からも礼を言うよ。期待していた以上の大成功だ。君のおかげだ。ありがとうございます。私の人生を取り戻してくれたのだ。さあ、私たちの道はここに。俺は？俺か、返し、返…さよなら。あ、え、ひでえよ。俺もドニーに返して欲しかった。私は全てを理解した。始まりと終わりはいつも裂け目の中にあるのだ。リブンを分断した星の裂け目は隔てる壁でもあり、繋ぐ橋でもあったのだ。そしてどのようにしてかはわからないが、ミストの本はおびただしい星々の流れによってかけがえのない友人のもとへ届けられた。今確かに安全に木戸へついている友人のもとへ。本当に？リブンの時代は永遠に幕を閉じたが、人々は自由を手に入れ、そして私にもとうとう休息が訪れた。本のこと、時代のこと、そして本当の終わりは決して本に書かれることはないのだということを考えながら。
助かったの本当に。大丈夫か俺。終わったー。終わったー。きつかったマジで。はい、二分実況、今回で最終回になりました。応援コメントをくださった皆さん、高評価をくださった皆さん、本当にありがとうございます。いや、きつかった。マジで本当きつかった。ミストがさ、割に、まあ自分的には結構サクッとクリアできた気がしてたんですよ。だから、リブンも、まあまあ、ボリュームはね、ディスク5枚とかあるけど、そんなね、とか思ってたんですけど、これマジできついです。本当に。世界広いだけでこんなきついんですね。いやーもう本当に、いや、大変だった。で、多分、ちょこちょこパワープレイ入りましたよね。多分、綺麗なクリアの仕方ではないですね。謎解いてないのが結構あるはずなんですよ。なんだ、モエティの隠れ家に行くための石板の部屋？あれも、もうちょっと綺麗に解けるはずなんですよ。で、スーパードーム動かすあれも、もうちょっとなんかあったはずっていうか、なんかあった気がするんです。結果的に、もうある程度、組み合わせが分かった段階で総当たりに移行したんで、まぁ、ちょっとね、まぁ、今回はパワープレイと、頭脳の併用ということで、まぁ、でも、なんとかね、クリアまで来れたので、よかったです。最後のさ、あれ、接続する勇気があるかとか言われてさ、ロークの本って知ってるから躊躇するよね、あれ。あれ、なんだろう、チャンス何回か決まってんのかな？あんまりこう、ゲームを地雷しすぎると、ダメなのかな？いやー、で、ゲームどうなったんだろうね。本は何、何あ、そっか、リブンに放り出してんのか。で、リブンが崩壊したのに、一緒になって。いやー、満を持して出てきましたけど、ゲーム、多分、2回本当にちょっとしか出てないですね。まあ、キャサリンもですけどね。はい。いやー、本当に良かった。もっとかかるかも。年内終われないんじゃないかとか思ったりもしましたけど。どうにか、年内に終わることができました。はい。で、エンディングはこれは、このままずっと止まってる？ちょっとボタンを押すのはやめますね。いやー、きつかった。きつかったしか出てこないんですけどね。はい。まあ、非常に、謎解きの歯応えがものすごかったですね。で、ただ、その分本当にもう、解けた時の感動たらないですね。で、終わり方も、まあまあ、なんていうんですかね。多分これ一番、いいエンディングですよね。まあ、リブンは結局崩壊はしましたけど、人々は G を手に入れて、キャサリンさんも助かって、私も助かったと。これ、まあ、一応ね、なんかリブンとかミストってどうも、マルチエンディングっぽくて、まあ、バッドエンディング、実況的にはお見せした方が面白いのかもしれなかったんですけど、まあ、一発で、グッドエンドになったんで、まあそれはそれでまあいいんじゃないかなって思ってます。まあ、バッドエンドどんなんがあるかとか気になる方は実際にプレイしていただければと思います。はい、それでは、ね、長くなりましたが、リブン実況今回で最終回になります。ご視聴してくださった皆さん、本当にありがとうございました。で、次回ですね、次回は、ちょっとね、ミスト3、を期待されている方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっとね、手元にないので、別のソフト実況します。好奇心は猫を殺すかっていうタイトルの、なんか大人向けのアドベンチャーだそうで、まあ、ジャンル的にはどうもミストと同じクリック系のアドベンチャーみたいですね。ちょっと僕のAmazon のおすすめ商品に紛れ込んでたので、ちょっとなんかタイトル見て気になって買っちゃったやつなんですが、
まあ、ちょっとこれを実況していきたいと思います。はい、それでは、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。またどこかでお会いできたらいいなと思います。それでは、また会う日までごきげんよう。さよなら。ありがとうございました。